ちゃんと自分料理するんですよ、できるんですよ、なんですけど、この本を見るときっていうのはそういう気持ちで多分見ないんですよね。そうなんです。だから書いてあるコラムとかあるじゃないですか。で、一度読めばね、どういう内容かってもちろん知ってるんですけど、またパラパラってやってまた見たりするんですよ。で、あーっつって知ってることは書いてあるんですよ、ですけど、またあーって思ってパラパラって見て、この写真はあそこかなとかまた思ったりとか、あのお皿とかも全部、ね、自前なんですよね。だからこの皿見たことあるなとか、この皿にこの間あれ塗ったなとか、この皿は見たことないなとか、あの多分知ってる時点が違うと思うんですけど、私はまあ知っているからそういうふうに見るかもしれないですけど、別の楽しみがまた、はい、そうなんですよ。でもあの知らない人でも、あの普通の料理本なんかより全然なんすんですかね、あの写真のなん料理の見せ方っていうんですか、あの、うん、テーブルウェアのコーディネートの本に近い感じですかね、うん、今回はだいぶそれは意識して、あ、なるほど、おもてなしっていうあれで、まあ、普段の、うん、普段のうちのおもてなしの感じをそのまま切り取ったっていう。なるほどね、すごい参考になります。あのレシピ本を超えてる感じがしますよね。そうですね、第2段階のレシピ本みたいな。そうですよね、うん、でも僕もあのこっそりあのこの配合で作ってみたいな。あ、なるほど。この間抹茶ロールを、はい、やってたんですね。で、味もしっかりしてます。美味しいのがちゃんとできます。はい、この場で僕は休憩中にちょっと作らせてもらったんですけど、ちゃんとしてます。やっぱりだから配合もちゃんとしてるし、うん、配合もきちんとしてるけど、それ以上のものがたくさん集まってる、うん、あ、素晴らしい。プロとプロの会話でなんか、いや、なるほどね。でもやっぱりその単なるレシピ本じゃないっていうところから、あの今のね次の新しい仕事に行くかと思うんですけど、はい、あのそこ聞くのっていう、今やめてっていう感じかもしれないんですけど、あの、ね、今後もありますので、一応 ね、 そうですね、次回の本について、はい、次回は今その、あのお誕生日のお菓子とご飯は料理とお菓子なんですけど、はいはい、まあ、ちょこっとリンクして、うん、あの次の本は本当にまるまるエッセーで、あ、エッセー、はい、食あのを軸としてそこから広がっていくような、うん、いろんな人との食卓の思い出だったりとか、うん、エピソードだったりとか普段感じていることを、うん、まとめたあのまるまるエッセー本が、うん、あの大和書店から出る予定で、おなるほど、出ます。 ありがとうございます。わかりませんけど、あの日のことがっていうか、もうブログに私出てるんですよね、知ってます？あんまり見ないようにしてるんですけど、あっつって、まあいいんですけど、あのそういうね、じゃあエッセイが食にまつわるエッセイが出るっていうのを